こんにちは、正真正銘 YouTube 界の野に放たれた獣、野獣ことキングソー。世界を見渡してみると、テクノロジーの進歩により発明で溢れかえっている現代ですが、中にはこれって何に使うんだろう、やこれって使う人いるのかなと思わせるような、若干わけわからんようなものもあったりなかったりすると思います。今回はそんなおかしな発明のいくつかをご紹介していきたいと思います。ではいくいくよ。タルバイク。こちらは3つの樽からできたバイクで、2つの樽がタイヤ、残りの1つが座席の役割を果たしています。タイヤとなっている樽にはしっかりとホイールが巻かれており、意外としっかりした作りになっていますが、ちゃんと走るのかどうか、また樽を使うことのどこにメリットがあるのかはよく分かっていません。でもなんかかっこいいのでありと思います。マジックテープヘアバンド。こちらはヘアバンドの外側がマジックテープになっているのですが、一体何に使うのか皆さんは想像できますでしょうか。皆さんはテレビを見るときなどにリモコンが見当たらないといったことがあるかと思います。そういったなくしやすいものの裏側にマジックテープをつけることで、頭につけたヘアバンドのマジックテープとくっつけることができます。そして絶対になくさないようにすることを目的として作られた商品とのことです。ですが本当に忘れっぽい人だと、ヘアバンドにリモコンがついていることすら忘れてしまうかもしれません。まあこれは現代だと頭にスマホつけて、なんか永遠にSiriと会話したりして、なんかはかどりそうな感じもしますね。自動車自動販売機。こちらは大きな自動販売機なのですが、皆さんが街中で見かけるようなジュースを売る自動販売機ではなく、なんと中に入っているのは1台の自動車なんだそうです。しかしこちらの自販機のボタンを押しても、中に入っている自動車が出てくるわけではなく、出てくるのは筒に入ったパンフレットなどだとか。そして実はこの自販機は2008年に渋谷に期間限定で設置されたもので、企業がプロモーション用に作ったものなのだそうです。扇風機箸。こちらは作りが非常にシンプルで、ただ箸に扇風機が取り付けられただけというもの。一体何に使うのかというと、例えばラーメンなどの熱い食べ物を食べる際に、箸で掴むと同時に扇風機の風により冷ますことができ、やけどの心配をせずに食事を楽しむことができるのだそうです。扇風機の重みで同時に筋トレもできてしまう画期的な商品です。モップサンダル。こちらは非常にシンプルな発想なのですが、サンダルの底にモップがついており、家の中を歩くだけで部屋中が掃除できるというもの。しかしどう考えても歩きにくいので、実用性があるのかは疑問です。またこれに近い商品でペット用モップシューズというものもあるのですが、こちらはペットに履かせるので、勝手に家の中を動き回るペットが掃除をしてくれるというもの。ただしペットとしてはこれを履くことによってストレスになってしまわないか心配でもあります。まあ僕なんかは掃除とかすごいめんどくさいし、冬は普段からモコモコしたやつを履いてるんで、なんかこういうこういうやつを履いてるんで、人間用のこれはちょっといいなと思っちゃいました。枕帽子。会社や学校帰りの電車で座席に座りながら寝るとき、頭を壁に寄りかけると、壁が硬くて気持ちよく眠れないという経験はありませんか？電車の中に限らず、外出中にちょっとした休憩時間や空き時間で睡眠をとる際にも、枕がないから寝づらいと思ったことがある方におすすめなのがこの枕帽子です。ちなみに僕はエスカレーターの手すりで寝たことがあるほどの睡眠マニアなので、これはちょっといいなと思いました。太陽電池ライター。タバコにかかる税が年々上がっていく中、少しでも節約したいという喫煙者の方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなのがこの太陽電池ライター。こちらは一見ただのスタンドがついた虫眼鏡なのですが、よく見るとスタンドにはタバコを装備するパーツがついており、スタンドにタバコをつけると虫眼鏡が集めた太陽光によりタバコに火がつくという仕組みになっています。これによりライターを使わずとも火をつけることができるので、わずかではありますがライター代を節約することができます。しかし太陽が出ていない曇りや雨の日、それから夜にはタバコが吸えなくなってしまうので、ヘビースモーカーには辛いかもしれませんが、逆に節煙につながるとも言えます。火はサバイバルに必要な4要素の一つなので、ぜひとも無人島に持っていきたい一品ですね。また無人島に行くときは事前にディスカバリーチャンネルのエドを見てから出かけるようにしましょう。プロペラメガネ。これはメガネの両端に電気によって回転するプロペラが付属されたものですが、何に利用するか想像できますでしょうか。実はこれは玉ねぎを切るときに装備するメガネで、よく玉ねぎを切ると涙が出る
ということがありますが、あれは玉ねぎを切った時に分泌される催涙性物質が目に入ることが原因とされており、普通のメガネで玉ねぎを切ったら涙は出ないけど催涙性物質がレンズに付着し汚れの原因ともなってしまうので、その催涙性物質を風で吹き飛ばすためにプロペラがついているのです。これで空飛べたら買います。イヤースコープ、こちらは少し歪な形をした耳かきなのですが、奇妙なのはその形状よりもその機能で、よく見るとこの耳かきの先端にはマイクロカメラが取り付けられており、スマホなどに差しながら耳をかくと耳の中の映像が映し出されるのだそうです。これにより耳の中を掃除する際に耳垢が残ることなく綺麗に掃除できるので、清潔好きの方にはおすすめです。そして実はこれに関しては調べてみると普通に売られている商品ということなので、気になった方はぜひ調べてみてください。トイレマグカップ、こちらの発明はアイデアも作りも非常にシンプルで、ただ単にトイレの形をしたマグカップ。普通に水を飲む分には通常のマグカップを使うのと何ら変わりありませんが、例えばココアなどの茶色い飲み物を注いだ途端、完全にウンチッチを彷彿とさせてくれます。ウンチッチがお好きなホモは購入してみてはいかがでしょうか。ハンカチズボン、皆さんは手が濡れてしまった時に手を拭く場合どのようにしていますか。人によってはハンカチを取り出すのが面倒だからズボンで拭くという方もいると思います。しかしズボンで拭くという行為はあまり行儀がいいものではなく、周囲から悪印象を受けることもあるでしょう。そこで発明されたのがこのハンカチズボン。こちらはズボンのお尻の部分にハンカチが左右に1枚ずつ縫い付けてあり、わざわざハンカチをポケットから取り出すことなく手を拭くことができます。はい、ということで今回は世界中のおかしな発明を紹介してきましたが、こういった面白い発明はたくさんあるので、気になった方はいろいろと調べてみるのもいいかもしれません。また実は今回ご紹介した発明の大半は日本で生まれたものらしく、一部の外国人からは変な発明において日本に勝る国はないという声もあるそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、顔を隠しつつ YouTuber になれるこのキリンマスクが至高の発明品だと思った方は、全国のダイソーで購入しつつ、高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローをよろしくです。終わり。はい、ということで、賢者タイムなんですけど、今回はですね、キリンがよく使っている BGM4000をご紹介、なんかタイトルとか、まあどこのサイトでダウンロードできるとか、そういうのをねご紹介していこうと思うんですけど、なんでこれやろうかと思ったのかというとですね、昨日の動画、30万人記念祝ってやる動画なんですけど、その時にですね、ちょっとプチ質問コーナーみたいなのをしたわけなんですよ。でまあこれはなんか普通になんかネタとしてなんかやった、なんか軽い気持ちでちょっとやってしまったんですけど、その質問内容がですね、よく使っている BGM は何ですかっていうことの質問に対して、まあ、この僕の回答としてはですね、まあ、わからんということで、まあ、ちょっとなんかいいかなと思ってやったんですけどね、そうするとですね、その動画のコメント欄にですね、僕がよく使っている BGM を制作された、まあ、制作者の方、ご本人からですね、コメントいただきまして、これですと、はい、30万人おめでとうございますと、はい、で、いつも、BGM 使っていただきありがとうございますと。はい。というコメントをいただいてですね。それを見た瞬間ですね。僕ははっと、我に返ったわけなんですけど、ですよね。なんて言うんですかね。ちょっと、BGM をですね、やっぱり、普段からよく使わせていただいているにもかかわらずですね、その BGM 何ですかという視聴者の質問に対してね、わからんという、答えを、してしまった僕はですね、まあ、これは視聴者さんに対しても、まあ、曲のね、曲の制作者さんたちに対しても、ちょっと不誠実だったなと。はい、っていうことを反省しましてですね。あかんぞと。キリンあかんぞと。僕の中のリトルキリンがね、叫んだわけなんですよ。はい、ということでですね、今回ですね、僕、正直自分が使ってる BGM 何なのか、ちょっと完全に分かってなかったんですけど、徹底、取材を重ねた結果ですね、突き止めることができました。4曲。ということでね、前置き長くなったんですけど、ご紹介していきたいと思います。まずはですね、オープニングの、なんか挨拶の部分とかでよく使ってる BGM がこちらなんですけど、で、こちらですね、魔王魂さんという、フリー音源サイトのものをご利用させてもらってるんですけど、タイトルがですね、8bit29 で、子猫のモンタのクッキー屋さんという、はい、ことみたいんで、YouTube の動画がアップされてたんで、そのリンクを概要欄に貼ってます。はい。で、次はですね、こちら。はい、こちらがですね、その、いわゆる昨日、コメントいただいた方の、
曲なんですけど、GTK さんという方でですね、トリックアトリートという、はい。まあ、これはなんか都市伝説動画の、まあ、導入部分とかによく使ってて、僕も、はい、気に入っててですね。はい。この方はですね、ミスタマリボンドさんの、有名な BGM とか、を作られた方でですね、結構なんか、大物 YouTuber さんもよく利用しているような方で、なんか、すごい方みたいです。はい。ありがとうございます。で、次がですね、こちら。はい、これはですね、なんか都市伝説動画のなんか核心に迫る時とか、なんか そんな感じの時によく使ってる、BGM なんですけど、こちらもさっきと一緒で魔王魂さんのダンジョン17ということで、これはですね、ちょっと YouTube の動画がなかったんで、まあ直接そのサイトの、音源のダウンロードページを概要欄に、貼ってます。はい。で、最後が、エンディング曲のこちら。はい。こちらですね、ドーバシンドロームさんというサイトで、タイトルが部族の宴へようこそ的な BGM。で、高尾正樹さんという方が作られたそうです。はい。で、こちらもですね、YouTube に動画上がってたんで、リンクが貼ってます。はい。で、最近はですね、僕じゃなくてですね、編集者さんが、なんか音源をこう拾ってきてくれて、使ってもらってたりしてですね、まあ、今ご紹介したところでですね、あと、アマチャの音楽工房さんという、佐藤さんからダウンロードさせてもらったら音源とかも、まあ、ちょこちょこ使ってたりする感じです。はい。ちなみに効果音は効果音ラボさんっていうところの、効果音を利用させてもらうことが多いです。はい。っていう感じでね、まあ、ただ紹介しただけということなんですけど、まあ、こういったフリーで提供してくれている音源サイトがあることによってですね、僕の動画とかチャンネルも成り立ってるということでですね、マジリスペクトということでですね、その気持ちをね、忘れずこれからもやっていこうと思います。いつもご利用させていただき、本当にありがとうございます。ということで、バイバイ。